にしてもあいつあれだけ人間嫌いでよくここの生活耐えられるよな。葉山のは人間嫌いというよりも人間接触嫌悪症の方だからな。どういうつもりだよ。君の人間接触嫌悪症が健在かどうか確かめたかったんだ。ただでさえ変人の葉山がいるせいでうちのクラス注目の的なのにさ。ほんと迷惑だった。ありゃしねえよ。なんだよその言い方。葉山くん、幸せになんて言えないよ。一緒に夕飯食べよ。悪いな、先約がある。信じられないんだけど。謝れよ高林くん。ここに閉じ込められたらしい。閉じ込められた。冷たい季節の風が。佐山は俺が責任持って部屋まで送った時です。僕の異質さを変人ではなく自己表現が下手だと評したのは後にも先にも咲くんだけだった。好きだよ匠。